毎度トライアスロンコーチの矢尾翔一です。皆さん今日もお疲れ様でした。毎日暑い日が続いています。こんな日は皆さん我慢ですか、それとも辛抱ですか。今回はこの我慢と辛抱についてお話しいたします。我慢という言葉の意味を辞書で調べると、耐え忍ぶこと、こらえることと書いてありました。また我慢は仏教の言葉でもあるんですね。仏教の言葉でマーナと言います。我に執着した心、思い上がりの心のことで、他人に弱みを見せない態度が今の意味になっています。一方辛抱はこちらもこらえ耐え忍ぶことと書いてありました。ほぼ我慢と一緒ですよね。辛抱も仏教の言葉で辛抱とも言います。辛抱は仏教で心の在り方を意味しているそうなんですね。我慢は人に負けたくない、人との比較から来ています。勝ち負けで耐えることです。そこには不満やわがままといった心が見えてきます。辛抱は心の在り方になります。あの経験があったから成長したと意味を見出せば、辛抱は好きなことをするために耐えていることになります。辛抱には希望や思いやりの気持ちがあります。我慢には不満やわがままな気持ちがあります。辛抱は辛さを抱くので分かち合う心を育みます。我慢は人との比較から怒り、悔しさ、恨みの感情を生み出します。そうだって、出来事をポジティブに捉えるのが辛抱、ネガティブに捉えるのが我慢。心が不安定な時、くじけそうになった時、いつも自分に問いかけてください。自分は我慢をしているのか、それとも心を育む辛抱をしているのかと。我慢の中には不満があり、辛抱の中には希望があります。我慢は爆発し、辛抱はいずれ実ります。我慢はしなくていいです。皆さん辛抱しましょう。ご視聴ありがとうございました。我慢と辛抱、その違いでした。ではまた次回お会いいたしましょう。